遊戯と全然違う。あら、へえ。ドミノ遊園地がサマープールオープンだって。ウォータースライダーもあるのか。ねえ遊戯、行こうよ明日の日曜日。遊園地か、僕遊園地大好きだよ。じゃあ決まりね。何時オープンかな。タカ、聞きましたとも。二人で遊園地ね。デートか。デートでしょう。アンズと遊戯くんはね、幼馴染って言っていたが、ひょっとしてあいつら密かに付き合っていたのかも。私もドミノ遊園地のプール行きたいな。お供します。ぜひ行きましょう、ミホちゃん。よし、真相暴きに行こうぜ。しかし、アンズとユーミー、やっほー。あー、助けて。あー、ありそうでこ。お、来た来た、ツーショットできた。ねえ、どうしてミホたち隠れていなくちゃいけないの。だって、あいつらのデート模様をチェックに来たんだろう。ミホはプールの泳ぎに来たの。そうだぞ、城之内。俺はミホちゃんのありがたい水着姿を見に来たんだ。こんなこのエッチ。違う、プールで遊ぶために来たの。なあ、城之内、そういうことにしといてやる。アンズ、これってさ、二人きりって、あ、入場券を買わないと。ああ、僕買ってくる。学生二人、お願いします。学生一人と子供一人ですね。子供って誰？おや、小学生は子供料金でいいのよ。しけだな。僕は、もう俺はこう見えても高校生。お待たせ。ここに来たならまずあれやんなきゃね。行こう。アンズのやつ、思ったよりセクシーダイナマイトボディだな。ユギと全然釣り合わないぞ。やあ！面白かった。そうだね。もう一度滑ろうか。眩しい。ユギ、あの時の。何すんだこのガキンちゃん。なんだ、気のせいか。普段のユギはまるで子供みたい。だけど、私を助けてくれたあの人がユギだとしたら、危険に遭えばもう一人のユギが現れるの。